無期、関無期王は、中国の政治家、八祖寺軍幹部。本来の名前は、関松室幸、又の名を王林。満州族。遼寧賞金県、大関ヤトの出身。1946年に、延安で病死した。1904年9月18日、遼寧賞金県、大関ヤトで出生。1924年4月。 中国社会主義青年団に加入し、ソ連モスクワへ留学。1925年1月、中国共産党に入党。1928年7月、共生団中央初期になる。1931年、上海で国民党により逮捕される。1935年、暮れなに、6軍団を指揮し調整。1936年12月、 第2方面軍政治委員中央、革命軍人委員会委員となる。1938年12月、ガリュート124を率い敵中へをもむき、稲格総指揮部政治委員。1945年、中京第7次全国代表大会で、中京中央委員に当選。1946年7月、延安で病死。大連、金州が生んだ偉人として、聖火等が、 観光地として整備されている。関向き王記念館、広王広場、広王像、広王公園政治工作指導者であり優秀な指揮官、関向き王。中国共産党新聞。ありがとうございます。